日本女子の世界ジュニア代表はこのスイズルミ。さあナディア、この音楽です。ナディアベレベレ、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 ナディアベレベレ。何か本当にエキゾチックな感じに見えてきました。とてもスイズ選手に合っていますよね。まあでも今回は全日本の最終グループで感じたあの緊張感、ものすごいプレッシャーもあったと思うんですけれども、でもこういう経験を積み重ねることでさらにトップレベルを目指すことができますから、まあ、世界ジュニアに向けて良い経験になったのではないでしょうか。はい、このスケーティングが本人が自信を持っている部分です。この武器を磨いて世界に挑みます。いや、大きな拍手。よく作り込んであるエキシビションナンバーですね。